図書館が入っている赤門総合研究棟と赤門本郷キャンパス内の政協前にある銀行 ATM 東京大学経済学図書館は東京大学大学院経済学研究科経済学部が運営する図書館である所在地は本郷キャンパスの西側にある本郷通りに面した赤門を入って右側にある赤門総合研究棟3階東側本図書館は 1919年に経済統計研究室の蔵書をもとに開館。蔵書数は約75万冊に上る。収集対象となる資料は、明治期の文献はもとより、地方自治体や企業の支所企業の営業報告書、統計資料、中央官庁発行文書など、経済に関連する多種にわたる文献。著名な蔵書、収集資料は、 本図書館は学会社にも開放されており、東京大学関係者以外の一般市民も利用できる。一般市民の場合は館内閲覧に限定されるが、有料コピーサービスを利用できる。本図書館の利用に際しては身分証明書が必要となり、運転免許証や健康保険証などを持参する必要がある。 マイクロフィルム化された資料の閲覧は、マイクロフィルムリーダーの台数が2台のため、事前に予約が必要である。予約は、ファックスや E メールでも受け付けている。マイクロフィルムリーダーにはプリンターが接続されており、有料で資料を印刷することができる。コピー機及びマイクロフィルムリーダー付属プリンターによる印刷料金は、紙サイズに関係なく、1枚40円である。 コピー機及びプリンターによる印刷は利用者自身が行い、印刷後に図書館カウンターへ申し出て料金支払いの手続きを行う。料金は東京大学の講座に振り込む。本郷キャンパス内には数行の銀行の ATM が設置されている。ATM の振り込み細書と引き換えに印刷した資料を受け取ることができる。 振込に使用する東京大学の講座は三井、住友銀行にあるため、同銀行の ATM を利用すると振込手数料が無料となる。ありがとうございます。